オーストラリアタスマニア州の東海岸のコールズ湾沿いにある人口305人の小さな町。タスマニア州東海岸の観光の町で住人は少ないが多数の観光客が訪れる。ホバートの北東1 9 2キロメートルロンセストンの南東2 0 9キロメートルに位置し、フレイシネット国立公園の主要な入り口である。 景観の良い自然と、ハイキング、サイクリング、魚釣り、ボート遊び、火薬などの野外活動が楽しめる。2010年12月、郵便局と商店が消失した。1820年代、それまでアボリジニが住んでいた、この地域一帯に、欧州人が徐々に定住する。特に、捕鯨船の漁師とアザラシ漁師が定住するようになった。冒険家や、 ヨステ人も住み着いた。英国人のサイラス・コールが、この地で、アボリジニから貝殻を集め、燃やし、石灰を作っていた。彼の名前にちなんで、その湾は、コールズ湾、その土地は、コールズベイと呼ばれるようになった。1840年代になると、クジラの乱獲のため、沿岸での捕鯨は難しくなり、遠洋のクジラを捕獲するようになるが、 それも1880年代には衰退する。一方、1850年代から羊と牛の牧畜が行われた。1916年8月、この地域一帯がフレイシネット国立公園に制定される。その後、1977年、終点島、1992年にフレンドリー、ビーツを含む海岸地帯を国立公園に編入した。 2003年4月2年間の議論の末、この町はオーストラリアで最初にプラスチックレジ袋廃止を宣言した。世界的にも初期である。町のパン屋でコールズベイ観光協会会長だったベンカーニーがオーストラリアの環境保護団体プラネットアークの助力を得てプラスチックレジ袋の環境破壊防止運動を展開した。結局、プラスチックレジ袋は 再生可能な有料の紙袋か何度も使えるショッピングバッグを使ってもらうことになった。この環境保護への貢献により、カーニーは2005年のオーストラリアの地元のヒーロー賞を受賞した。タスマニア州政府はコールズベイに環境優秀賞を授与した。現在は観光拠点の町である。約20軒の宿泊施設があり、レストラン、カフェ、土産物店がある。 コンビニはあるがスーパーマーケットはない。ガソリンスタンドはある。宿泊施設は一泊15から19万円の超高級のサファイアフレーシネットホテル、一泊2から4万円の高級のエッジオブザベイリゾートからベッドブレックファスト、コンドミニアム、キャビン、ホリデーパーク、ユースホステルまで各種ある。コールズワンとミューアズビーチハザード山脈から望む。 ワイングラスワンコールズベイのオーストラリアクロミヤコドリ国立公園に入るには入園料が必要である。料金は複雑なので数例を挙げる。詳しくは英語の案内をご覧くださいを歩くことだ。タスマニア政府の公園野生生物局は遊歩道の難易度を5段階評価している。概要は以下のようだ。レベル1プッシュウォーキングの経験不要。道は 表面が平らで硬い。階段なし。坂なし。補助者がいれば車椅子で行ける。レベル2、ブッシュウォーキングの経験不要。道は表面が平らで硬い。坂はある。階段は時々ある。レベル3、ほぼ全年齢の健康者向き。ブッシュウォーキングの経験はあればあった方が良い。道の表面がデコボコ、短い急坂、多数の階段のどれかがある。 レベル4、ブッシュウォーキングの経験は必須。歩行距離は長く、道の表面はデコボコ、傾斜はきつい。案内標識は少ししかない。レベル5、緊急処置や地形読み取りスキルを持つブッシュウォーキング経験者向き。歩行距離は長い。道の表面はひどくデコボコ、傾斜はとてもきつい。案内標識はない。2時間以上の遊歩道を歩くときは、 遊歩道の入り口で登録ノートに記帳する。歩くときは必ず記帳してくださいと、英語で書いてあり、ノートと、ペンが置いてある。名前、国、人数、行き先、入った日時を記入し、帰ってきた時に、帰ってきた日時を記入する。以下、いくつかのコースを示すが、他のコースもある。なお、承知していると思うが、難易度レベル4以上のコースは、ここに記載したよりも、 はるかに多くの情報と十分な準備が必要である。コールズベイの近くの気候観測地点は、コールズベイの北約1 6トルにある町、フレンドリービーチスなので、その地点の気候を表にした。温暖な気候で、年間300日以上が晴天で、年間降雨量が600.17ミリメートルである。ありがとうございます。